とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、装備が完成しました。見てください、これ。まずは防具です。ミステリーアーマーで、スキルに、ポーション使用時に、アーティファクトのクールダウンをリセットする。そして、回避時に、近くのモブをトラップにかける。ですね。近寄らせないような編成にしてます。で、黄金スキルで、幸運の海ですね。で、下のエンチャントが、ちょっと悩むんだよね。まずここは、クールダウンとタンブルビー。これは決定です。で、横が、ポーションバリアが必要ないならば、ヘルスシナジー。うん、必要ならばポーションバリアっていうところですかね。まあ、花火を打ちながら、近くの敵をトラップにかけて近寄らせないようにするので、ポーションバリアはいらないのかなとも思います。うん、それならばヘルスシナジーで回復するだけで足りそうな気もするんだよね。まあこれはちょっと使ってみた感じで決めたいと思います。そして、これ冬の指先ですね。これは完成形だと思います。黄金で連鎖反応。そしてこっちをクールダウンショットでしょ？で、こっちがバーストボーストリング。で、真ん中が、リフレッシュにして、さっきの防具をつけると、いい感じに回ると思うんだよね。でも、アーティファクトチャージとロールチャージがついてないので、快適さは落ちると思うんだよな。うん、通常で打っても、クールダウンが発動しにくいので、どうなんだろうね。俺は快適さを取りたいので、こっちかなとも思うんだけども、まあ、とりあえずリフレッシュの方で、一度使ってみましょう。それでは行きましょう。カボチャ草原のシーズンですね。おい！ちょっと待て、危ねえ危ねえ危ねえ。死ぬかと思った。で、ヘルスシナジーの方をつけてきてます。うん。あ、こういう感じだね。ヘルスシナジーとクールダウン。そしてタンブルビーですね。蜂がどんどん出るので、それにターゲットが行くし、さらに近づいてきたやつでもトラップにかけてこっちに攻撃をさせないようにしてるので、安全面は抜群だと思う。で、ヘルスシナジーでもしも食らった時は回復する。ですね。多分ポーションバリアは必要ないかなと思うんだよね。で、冬の指先が真ん中はリフレッシュにして、ロールチャージ、アーティファクトチャージはつけておりません。なので、発動しない時があるけども、まあ、それはどんな感じなのかですね。まあ、敵がいないところでは発動しないっていう感じだからね。敵がいるところでは大丈夫でしょう。あ、あんまり、あれだな。あのね、発動率良くないな。発動率っていうか、うん、クールダウンがそこまでゴリゴリ発動はしないのか。あ、そういう時は、なるほど。防具のスキルの、ポーションを使ったら、アーティファクトがリセットされる。それを、途中で挟んでいけばいいのか。にしても、ちょっと矢がないぞ、矢がない。ちょっと矢が少ねえな。やべえ。矢が全然ない。まあ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 。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。やばい。あ、矢が出てくるな。よかったー。ちょっと待って、矢がなくなるっていうのが本当にこれは弱点だね。どうするか。まあ、とりあえず、増やしましょう。それでは行きましょう。あ。なんか花火が全然出ないんだよね。それ。これちょっと慣れが必要かもしれないですね。確かにクールダウンで回復したところを、ポーション使って打てばまた、回復はするんだけども、完全回復とまではいかないんですよね。いや、これ使い方むずいな。いや、強いと思いますよ。強いと思う。だけども、難しい。うん、使い方が。すん
ごい難しい装備ですね。はい、一番最後まで来ました。到着ですね。うん、まあまあ慣れだよね。花火が切れた時に、ポーションバリアじゃない、ポーションをうまく使っていければ、あ、いやでもね、それで倒せなかったら積むんだよな。うん、まあまあその時のためのタンブルビーと、このツタだよね。うんうん。まあうまく回っていけば、いい感じにいけます。うん、うまくいけばね。これがちょっとうまくいかない時がやばくなるので、ちょっと難しい装備かな。OK。まあまあ、でもここはクリアできそうですね。やっぱりね、タンブルビーとこのツタの相性はいいね。うん、すごくいい。敵を寄せつけないので、すんごい戦いやすいですね。はい、エボーカーで終わり。はい。それではエンチャントを変えて一度使ってみましょう。クールダウンショットと、バーストボーストリングで真ん中をリフレッシュじゃなくってアーティファクトチャージだね。これで敵がいないところでも、クールダウンが発生するようになるのでどうでしょうか。うん、詰まって動けなくなるっていうのがないので、うん、やっぱ快適さはこっちだよね。うん、いやでも快適にはなるけども、いやそんなにさ花火打たないね。もうちょっと花火を打つかと思ったけども、やっぱりクールダウンが30秒っていうのが結構長いんだな。あー、もっとガンガン打っていくと思ったけども、そうでもないねこれ。うん、ならばそうね、ロールチャージ、クールダウン、うん、ロールチャージとアーティファクトチャージか。あれは入れずに、うん、リフレッシュ入れて、で、そもそも防具をクールダウン3で使っていった方がいいのかな。あ、いや、でも、うん、まあまあ、ぼちぼち発動するね、これでも。はいはいはい。まあまあ、クールダウンじゃない。ポーションのクールダウンか。あれは発生しないけどね。あれは発生しないんだけども、あ、そうなるとそうか。防具が意味なくなるよね。防具意味ないよね。そうか。やっぱり、この羽ぴょんで使っていくならば、どうしてもクールダウンが必要になるのよ。なので、クールダウン3を入れてた方が、動きやすいね。なんか、そんな気がする。あれ？ちょっと待って、手前の押してきてないんかい。最後まで来ました。ここは短いね。では、ちゃちゃっと倒して終わりましょう。ね、これは、わかった。わかりました。羽ぴょんで、使っていこうと思う場合は、防具はね、やっぱクールダウンが3か4入ってるやつが使いやすいです。うん、こっちがいい。うん、あえて、アーティファクトのクールダウンが0になるやつ、あれを、あえて装備することもないかな。あれでもなんかピョンってして、花火がね、違うとこ行ってしまうと敵を倒せないので、もうそれならもうこのクールダウン3か4で、進んでいった方が無難な気がします。で、アーティファクトじゃない。冬の指先のエンチャント。これもね、まあ、連鎖反応が入ってるよね。で、クールダウンショットとバーストボーストリング。これは正解。で、真ん中のね、アーティファクトチャージ。これはクールダウン3を使うのであれば、リフレッシュでもいいのかな？まあ、ちょっと難しいですね。やっぱこれじゃなくって、そうね、ハープクロスボウで使った方が無難に強いのかな。どうでしょう。まあ、とりあえず今日は、これ、冬の指先の完成形をちょっと使ってみましたけども、防具が難しいところです。
クールダウンが多めのやつがないと、ちょっと使いにくいかなっていうところですね。うん。この3が入ってるやつだったら、全然問題なく打てるんですけども、防具がちょっと難しい感じです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。